はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。では頂上決戦の、選択チャレンジやっていきましょうか。ランクバトル落ちてますクリスさんクリス好きなんかな、やっぱり。オロクリのアイコンでしたね。先制は取られてます。キングじゃない、シェルミーとテリーね。シェルミーテリーか、あーシェルミーにしとこうか、あえてね。これはイグニス。さあ最後は LR 来た。これタンですね。タンと火炎は結構差があるんじゃないかな。さあ向こうの LR は、ゲニコ暴走よりもいる。これはジジイ前に出していけるっすよね。ジジイ出してヘビ創生いこうかな。これでできたね、ヘビ創生。ヘビキャラがいっぱいいるね。マイもクリザリッドもヘビなんで、まあ、これでジーさんは一発目に高齢心入れて、うん、行きたい感じですね。ゲニコも暴走もスキル出てくれた方がいいっすけどね、この場合やったら。あーでも暴走出たらゲージ溜まるからね。ゲニコだけスキル。お、出た。暴走は出てる。高齢心入った。で、暴走使ってくるから、まあ、じいさんはまだ打たなくていいかな。じいさん打たずに、うん、こういけば、いい感じかな。お、いいね。だいぶ減らしたよ、キム。キムを減らしとけば、次のターン、じいさん打って一気にいけるんで。暴走使ってきますよね。さあ、テリーを前に出して。テリーは溜まってないよね、今のは。溜まってたらちょっときついな。使ってきた。さあ、ここは、あ、両方麻痺するか。2体、あ、テリーも溜まってた。これもう、それやったらフォクシーやられてほしいな。テリー溜まるか、じいさんのあの一撃で。フォクシーやられてくれ。ゲニコスキル出ろ。ゲニコスキルは出ろよ。よし、いいね。倒せ。よし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 。そしたら、もうこれ、全キャラ打てるんで、ゲニコをね、倒すためにどうするかやな。いや、倒せないな。単体、効果力がいないから。そしたらもう、バイスとシェルミー前に出すか。こう行くしかないかな。そうですね、これで行きましょうか。まずね、イグニスかな。うん、イグニス。で、次に、キム倒せるかな。さっきじいさん打っとこう。じいさん打ってと。うお、マジか。で、これはね、シェルミはどこに使おうかな。こっちか。シェルミこっちやね。こっちに使って離脱するかな、もうこれで。うん。で、バイスは使わなくてもいいね。使わんでも倒せるんで、ここはゲージ回収しておきたいから、こういこう。うん、じいさんのゲージ回収しといてって感じ。で、火炎もいるからね、ここはもうしのぐだけ、あとは。火炎とゲニコの攻撃をしのぐだけ。火炎出してこないの？あ、出してこない。なるほどね。そっか、これはちょっと調整されるとこっちもやばいんでね。火炎とゲニコがいるから。あ、ゲニコでも使ってきたよ。使って調整するって感じ？サイレントフラッシュ。使って調整では結構ね、難しいと思うんですけどね。ゲニコがゲージたまらん限りは、じいさんやられることないんでね。あれ？倒してきた。どういうこと？ちょっとよくわからないが、これはもうクリザリッドで倒せるんじゃないの、ゲニコは。で、火炎が来るから、火炎か、怖いな。火炎怖いね。クリザリッドもこういっとこか。いや、ちょっと待て。まあこういっとこ。で、倒します、ゲニコは。倒していく。うん、倒して、ロバヤン使おうかね。使ってと。じいさんのゲージをね、さっさと貯めたいんですよね。これ貯まりましたね。あと火炎しのぐだけやな。火炎でも一撃でもこの2体持っていくんじゃないかな、ロバートとクリザリッド。火炎とあと1体いますよね、ほんで。あれ、これで終わりかな。もう1体いないかな。さあ耐えろ。うおー、あ、でもクリザ耐えてるけど、やけどでやられるかな。やけどがきついか。うおー、やめて。いやー、危ない。イグニスも生きた。危ねー。イグニスが生きたのはでかい。これでかいね。でもここは叩きに行きましょうか。イグニスが生きたのは非常にでかいかと思います。先にじいさんやね。さっきじいさん撃ってと。うん。あ、全滅やな。めっちゃ減った今。ビビるぐらい減りましたね。勝ちましたね。復活とかないね。うん、危なかった。もう一体いなかったかな。もう一体いなかったら、まあ割と楽にいけた感じやけど。もう一体いる気してたけどね。あ、いないんか。
え、あ、ちゃうわ、もう一体いるね、やっぱり7人しか倒してないんで、まあでも G さんのおかげですね、今のもやっぱ火力出すし、全体攻撃の高火力はねやっぱ使いやすいね。はい、では頂上決戦の続きやっていきましょうか。ランクバトルね、押しましたよ。選択チャレンジね、センチャレボタン押してます。頂上決戦、プーチンさん、プーチンさんは当たったことあったかな、一回なんかそんな記憶があるけど、アンヘルとシャンヘイって難しいね、どっちかな。アンヘルとシャンヘイはアンヘルにしようかね。先生取られてます。ヘビー D とブライアン、アメスポ、まあヘビー D でしょうねこれも。うん、攻撃、まあ攻撃型ばっか来るな。ウィップと採集も難しいってウィップ取りましょう。あ、最後は UR イグニス、防御いない、やばい。サムコ、ゲニと、ロバヤン、エイジ、ジョーか、ジョーとゲニと、ロバヤンとエイジ。先生も取られてる。ヘビ創生来そうやな。ヘビ創生無理かな。あ、ちゃうわ、イグニスこっちか何を言ってんねん。あ、ヘビ創生こっちや、ほんでトラとヘビしかいないやん、これ。トラ創生かヘビ創生かの2択っすね。まあヘビっすね、これは。で、アンディか、まあアンディかな。うわー、結構嫌な感じやな、これ。ちょっとね、バランスが非常に悪いんですよね、こっちのメンバー。うん、まず防御いない時点ですごいバランスが悪くて。で、向こう場がね、結構硬いチームなんでね、結構難しい感じかな。エイジか。超劣化弾ね、使いましょうか。ブライアン、ブライアンちゃうわ。ロバートゲージ溜まるかな。まあ、いっか。めまい。おー、こんなことあるのマジっすか。素晴らしいね、アンディ。2体めまい入ったよ。で、エイジは使ってくるんかな。斬鉄波来た。斬鉄波めっちゃ減る。でも斬鉄波使ってくれたおかげで、アンディやられますね。やられてくれた方がいいんですけどね、ここは。うん、やられたから。これね、ロバートに飛ばしたいな、どうにかして。無理か。そしたらもう、これは、SR 強で、ブライアンちゃうわ。エイジ倒しましょうか。倒しましょう、ここは。SR 強で撃って、で、ブライアン、ああ、ブライアンは倒せない方がいいっすよね。倒さん方がいいね。ロバートがでもゲージ溜まってるかどうかなんですよね。あの超劣化弾の火力にもよるんですけど、溜まってる可能性の方が高いね。ギリギリ。どうかな。あ、タックル来た。ロバート撃ってくるかな。あー、スクリアッパーか。これでも今日やられるんじゃないの。ロバートスキル出てたらやられますよね。あ、やられますね。スキル出なくても。これで確実にロバートゲージ溜まったんで。アンヘル撃てないんかよ。厳しいなぁ。アンヘル撃ちたいね。どうにかして。無理か。ロバートが溜まる。厳しいなぁ、マジで。厳しいなぁ。まあ、ブライアンちゃうわ。この、ヘビーリー出しましょうか。いやぁ、スキル出ない。ヘビーリーは使いましょう。ロバート叩きに行きたかったんですけど、このターン全然スキル出てないんで、ここはもう、ジョーを生かしましょう。イグニスも温存して。で、ロバートは次使ってくるでしょうね。あと、キャラを出してくるかどうか、ここで。さあ、こっちもね、結構ゲージ溜まってきたんで、スタンバイはできてるんですけどね。で、何いたかな、向こう。UR 何いたか忘れたな。あ、ゲニがいるね。ゲニ。お、調整してきたよ。ウィップに来い、ウィップ。ウィップ、ウィップ、ウィップ。あー、ウィップに来ないね。あ、でもウィップゲージ溜まった。ウィップはパッシブの効果でゲージが溜まりましたね。で、向こうはゲニがいるから要注意。いやー、これブライアンちゃうわ。ヘビーディーがね、溜まってたらね、全滅無理やね、これまだ。アンヘル撃つんですけど、ブライアンに。行ってみようか。行ってみようか。行きます。クリティカル出ろ。クリ。おー、出た。よっしゃ。こんなんいけるんじゃない、ウィップはこれ一番 HP 低いものに飛ぶからジョー倒すでしょ。おお、いったね、いったいった、全滅取れた。うおー、これは良かったな。ラッキーやね、めちゃくちゃ。向こうの人も多分今のターン相当迷ったと思うんですけど、調整の仕方がね、迷ってる出し方だったんで。でも向こうの人もやっぱこっちのキャラがね、
中途半端なキャラやったんで全滅も結構考えてたと思うんですけど、まあ、今のは結構ね運が良かったかな。アンヘルのクリティカル出てなかったらやばかったんでね、アンヘルに結構助けられた感じもしました。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。